ちは、絶望フリースタイルフットボーラーのぶです。さあ、それでは824日目ということで、ネクロール連続10回挑戦ということで、今日もやっていきたいと思います。さあ、最近はですね、もうね、ネクロール1回ぐらいしかできません。はい、そうですね、10回まであと何年ぐらいかかるのかっていう感じなんですが、ということでですね、まず、前回に続きということで、ネックロールをやるんですが、やっぱりどうしてもスピードを速くしようということをなんか思っちゃったり、なかなかこの速くしよう、速く、スピードを重視すると、やっぱり、ね、正確性もなくなってきてしまうので、とりあえずゆっくりめにやろうかなと思います。やっぱり正確性を重視するということで、ゆっくりこうやっていきたいかなと。そのスピードもちょっとね、ちょいゆっくりめで、やっていきたいと思います。I'm top of the shelf, put you up to self to somebody else. It's too late. Don't really care about all your mistakes. You were out of your league in the first place. Not even surprised that you let me down, down, down. I gave you too much honestly, and you closed the door. Now you're calling me, but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing. You want it forever. Trying to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter, and I got me. しっかり上げよう、しっかり、しっかりね、上げましょう。はい、しっかり上げましょうよ。やろうとしてることはね、いいんですが、
だ、あげる、ここであげる。教えちゃった。もう。甘いっすね、やっぱり。そう、こっちまで体を振り切る感じにしないと、そこまでいかないと同じ失敗を繰り返すんじゃないかなと思います。みたいになってますね。帽子取ろう。ちょっと熱くなってきた。さあ、できた。そう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 、いいっす。今良かったですね。良かった良かった。今のはね、最後良かったですね。はい、はい。ということで、やっぱね、こうキャッチしたらやっぱね、こうここまで行かないと、こっちまで。なんかね、行ってる途中で上がっちゃってるんで、やっぱりここまで行ってあげるっていうにしないと、ちゃんと90度、もう左に振り切るっていうことをやんないと、やっぱりなかなか体の正面で上げることが
できないのかなと思いますので、まあね、その意識をしてちょっとねやっていきたいと思いますし、最後良かったですね、自分的には。はい、うまくいくことができましたので2回ですねできました。はい、ということで、またですね次も、やっていきたいと思いますが、やっぱりこうなんだろうな、継続してやるって本当大変だなって思いますし、なかなかね、まあ自分がこう頭で考えていることと実際にこう体でやっていることがね、このズレをどうやってこう一致させるかっていうのがね、まだまだこう、まあ、成長できるポイントなのかなと思います。はい、ということで今日はこれでおしまいにしたいと思います。さあ、本当もう、最近もどんどん、だんだん日が暖かくなってきて、もう本当に春がすぐそこまでやってきてるんじゃないかっていうぐらいな、天候ですね。はい、ということで、まあこうやって人生考えると本当自分はと多分折り返し地点に、もう回りましたね、あと半分。本当なんかあっという間だなって思うしね、このままなんだろうな、なんかね、こういった人生でいいのかななんて考えちゃいますね。はい、もっとね自由に生きられない、生きてもいいんじゃないかなって思います。はい、そのためにもやっぱりね自分に投資ができるように、なんかね時間管理っていうのも大事だし、まあそんなことも今考えています。はい、ということでありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、今日一日、最後に、最後まで、皆さん、ご視聴していただいてありがとうございます。この動画を見ていただいている全ての方が今日という日を素晴らしい日になるようお祈りしています。それではありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。